前回に続き、ソビエトによる大粛清、編を開始します。この動画は前編を鑑賞してから見てね。前回はどこまで解説したんだっけ？エジョフ体制が完成して市民や古参党員の粛清をはじめ、赤軍兵の粛清に着手するところから解説は始まるんだぜ。ついに軍隊にまで粛清の嵐が巻き起こるのね。エジョフが次に粛清のターゲットとしたのは誰なの？ドミトリー。シュミット将軍が1936年7月に逮捕された。彼も軍人だからではなく、古参党員として逮捕された。シュミット将軍はどんな理由で逮捕されたの？彼は第15回党大会で、スターリンによる、トロツキー派の追放と除名を直接批判したんだ。このことを恨んでいたスターリン直々の逮捕命令だった。直接批判するなんて、将軍にとっては相当許せない行為だったのね。エジョフはスターリンの期待に応えるべく、NKAで200人で将軍の家を包囲し、家族、側近、友人など関係者をすべて逮捕した。将軍の取り調べは11ヶ月にも及んだ。暴力、飢餓、家族や友人の死と世間からの隔絶により、将軍は隣で囁く NKAでの言葉を繰り返すだけの、廃人となってしまった。ソビエトのために尽くしてきた人間をそんな状態にしてしまうなんて、エジョフは将軍を思いのままに操ることができた。彼はキエフ軍管区戦車大司令官という要職に就いており、狂ってしまったとはいえ、将軍からの自白は絶大な力を持っていた。その自白の内容って、ソビエト赤軍内部のスパイ告発だ。そして赤軍にも大粛清の嵐が吹き荒れるのね。多くのソビエト軍人が粛清されることとなるが、中でも有名なのがツハチェフスキー元帥の粛清だろう。どんな人物なの？ツハチェフスキーは戦争にとてつもなく強かった。負け戦は1回だけで、世界的にも優れた司令官として、名声が轟く元帥だった。戦争の強さもそうだが、軍の機械化を推し進め、戦車や航空機を有効的に活用する戦略である、重心作戦理論の確立など戦争史における金字塔を成し遂げ、赤軍の至宝、赤いナポレオンと呼ばれた名称だった。そんな有能な人物を処刑すると自軍が弱体化しそうだけど、元帥とスターリンには確執があったんだ。それはポーランド、ソビエト戦争で発生した事件だった。ソビエト領土に侵略してきたポーランドをくじき、逆にワルシャワを包囲した。だが、包囲するツハチェフスキー軍は連戦で補給も伸びており、これを理解していたツハチェフスキーは、当時、別の軍団を指揮していたスターリンに増援を求めた。スターリンはツハチェフスキーに増援を送らなかった。その結果、赤軍は括弧撃破され戦争に敗北した。なんでスターリンは増援を送らなかったの？これも諸説あるが、有力な説としては、スターリンはツハチェフスキーの華々しい連勝に嫉妬し、自分も戦勝将軍としてどこかの都市に華々しく入城したいと考えていたみたいだ。そこで増援を送らず、自分が勝利してやろうと考えていたみたいだな。自分の勝手な承認欲求で人の足を引っ張るなんて、軍の指揮は普通の仕事じゃない。何万という軍人や国民の命を預かる仕事だ。到底許されることじゃないな。増援を送らなかったことで赤軍は大敗北したんだよね。その通りだ。これに当時健在だったレーニンは大激怒。厳しい処分を受けてスターリンは司令官として罷免された。この事件を恨んだスターリンとしては、ツハチェフスキーの存在は自分のプライドが許さなかった。自業自得なのに逆恨みもいいとこじゃない。そして、ドイツも将来独ソ戦が起こった場合、一番の敵になるであろう名将ツハチェフスキーが、勝手に清掃でいなくなるのであればそれほど素晴らしいことはないと、ツハチェフスキーはドイツのスパイだという偽文書を、ソ連に送り込むなどの裏工作もあったみたいだ。ドイツまで絡んできて少し複雑ね。ツハチェフスキーは逮捕され、ドイツのスパイとして拷問された。その拷問は熾烈を極め、現存する取調書に血痕が残されるほどだ。そしてドイツのスパイとして処刑された。彼の家族も陰謀に加担した、として逮捕、強制収容所送りとなり、妻と2人の弟は銃殺、母と妹は収容所内で死亡、12歳の娘は、首吊り自殺している。家族や幼い子供までそこまで追い詰めるなんて、やるならば、徹底的に、断固とした鉄の意志で、と言ったのはスターリンだ。
ティハチェフスキー粛清は一つの事件に過ぎず、赤軍将校の大半も処刑されている。元帥5人のうち3名、軍司令官95人のうち13人、軍団長985人のうち62人、師団長995人中110人、旅団長級406人中220人、大佐級も4分の3が殺され、大佐以上の高級将校の 65% が粛清された計算になる。これ、普通の戦争より損害多くない？普通の戦争でここまで高級将校が戦死することなど、ありえないからな。粛清の嵐は軍人だけではなく、共産党が軍を監視するために派遣した政治員も2万人以上が殺された。この大粛清で赤軍は事実上の壊滅状態に陥った。自分の国の軍隊を滅ぼしてしまうのか？当然、粛清の矛先は軍人以外にも向いているんだ。当時、ソ連国内には多くの外国人が存在していた。こんな旅行が困難な時代に偏僻なロシアまで何しに来ていたの？彼らは生粋の共産主義者で、共産主義が禁止されている国からの、亡命者や自国で共産革命を行うために勉強や会合に来ている人々だ。ハンガリー共産党の始祖でレーニンとの交流も厚かった。君、ベーラやスイス共産党創設者のフリッツ、プラッテンなど、国際的大物の共産主義者も各国のスパイとして粛清された。日本人も山本健三や杉本良吉など20人前後が粛清の犠牲となっている。日本人も大粛清の犠牲となっていたなんて知らなかったわ。ソ連は国外にも暗殺部隊を送り込み、スペインなどの海外の政敵やソビエトからの亡命者も誘拐、殺害している。エジョフ体制下の大粛清は対象をどんどん拡大していき、一般市民や作家、研究者、学者も逮捕、投獄、処刑された。現代でも有名なツポレフ設計局という航空機設計局がある。メーデーにもたまに出てくる東側のボーイングよね。ツポレフや他の技術者の多くが大粛清で逮捕された。だが、航空機設計は長年の経験と豊富な知識が必要とされ、簡単に殺害すると後任者がいなくなる。そのために大粛清時代のツポレフ設計局は、N カーエーデや艦首の監視が24時間付き、牢獄で航空機を設計していた。イタリアなどの海外共産主義亡命者で有能な技術者も、殺害は免れたものの、常に成果が必要な恐ろしい状況で、仕事をさせられることとなる。もしも、成果が上がらなかったら、ツポレフ自身も戦争勃発後は監獄に入れられることはなくなったが、それでも常に監視され続け、監視がなくなったのはスターリンの死後だ。また、粛清する側の N カーエーデ内でも何重にも張り巡らされた。監視の目の中で少しでもおかしな職員やミスを行った職員は、自分が粛清されるという極度のプレッシャー。そして、あまりにも多くの明らかに無実な人物でも、上からの命令で拷問や殺害を加えなければならなかった彼らは、良心の呵責からアルコール中毒や精神異常者を多く出すこととなる。狂った職員たちは、彼らが処理してきた人々と同じ運命をたどることとなったんだぜ。最終的にどれくらいの数の人が犠牲となったの？大粛清の犠牲者数は正直言ってわからない。200万近い人物が犠牲となっただろうという説もある。公式では1575,259人だが、過酷な取り調べ中に亡くなった人や、強制収容所送りになり、亡くなった人などその数は膨大だ。でも、それだけの人を殺害したら色々と大変なことになりそうだけど、エジョフ体制下で膨大な人物が粛清された結果、国家の運営がままならないほどとなってきた。発電所の職員が粛清され、停電が頻発し、機関車整備士が粛清され、汽車が動かなくなりと、パイロットを失った飛行機が無傷で朽ち、戦車部隊には車もろくに運転したことのない指揮官が配備され、スターリンに対する忠誠心だけで生き残った将校がひしめく軍と化した。そんな信じられないことが起こるようになってきた。政敵を粛清し、満足したスターリンだが、国家が機能不全になったことでエジョフは、スターリンの不況を買うようになった。自分が命令したのに、この頃にはエジョフもあまりにも多くの人物を粛清しすぎて、疑心暗鬼になっていた。その疑心暗鬼は自分の妻を粛清するほどだった。恐怖のあまりアルコール中毒になり、まともに職場に出ることも、
できなくなるなど末期的になる。彼は1939年に逮捕された。そして、自分が多くの人に行ったように取り調べという名の拷問を受け、自分はドイツのスパイであると自白した。裁判で死刑判決が決まった時には、泣き崩れ、看守に抱えて運ばれた後に暴行され銃殺された。エジョフ失脚後は、ベリアが後任として NKVD 長官に就任した。エジョフの部下もベリアに粛清されることとなる。フランス革命では処刑を命令する人物は変わっても、処刑人は変わらなかったけど、ソ連では処刑人も変わるのよね。でもやっと大粛清も終わるのね。いや、霊夢、ここからも血の大粛清は続くんだぜ。これだけ、やってもまだ終わらないなんて、次回に続くんだぜ。当時の人のためにも終わってほしかった。